はい、今日もあなたと百姓天国、本日は10月25、はい、水曜日ですね。はい、いい天気ですね、今日もまたね。そしてあったかいです。はい、今日もまた T シャツ。10月の25日に T シャツ1枚で作業するってね、なかなかないですね。でもあったかいですよ。今日はね、さすがに桃引き入ってこなかったですね。はい、ということで、はい、仕事しなきゃいけないです。昨日はね、出荷だけで1日が終わっちゃってね、それであれなんですね、やっぱりこう年取ってくると翌日に疲れが出ないんですよね。で、実は今日もう朝から朝起きれなかったですね。やっぱりこう月曜日ヘロヘロになって帰ってきて、火曜日は出荷だしでね、頑張ってやるんですよ。で、水曜日ね、今日の朝、今日が一番しんどいです。はい、やっぱりね、年取ってくると本当に2日目、3日目今日と明日がしんどいですね。はい、ということで仕事は何やってるかしら、タアサイの植え付けですね。はい、もう本番でございます。タアサイね、バンバン植えなきゃいけないですよ。だけど、はい、皆さん、タアサイ防虫ネットベタ掛けしてるでしょ。もう普通さって言ったらあれで、皆さんにはあれですけど、10月はもうパオパオなんですよ。パオパオだけど虫がすごくて、ほら、防虫ネットベタ掛けしても虫に食われてるんですよ。まあ考えられないね。10月の終わりですよ、皆さん。10月の終わりにパオパオ、防虫ネットベタ掛けして虫に食われるっていうのはね、まあ本当に初めてですね。もう10月の終わりでね、ここまで引っ張ったらもういいよとね、虫はもういいよと思っているんですけど、まあ許しちゃくれないですね。いやいやいやね、まあ本当にね、参りましたね。今年は本当に参りましたよ。こんなに虫が多いかと、今年は虫の皆さんには本当に良かったですね。大繁殖、与党王国の王様は、皆の衆よと、我々与党族は今年はもう大繁殖させてもらったとね。人間たちの、いろんなものを、たくさんこの地球にあるものをね、今年は食わしてもらったぞと、来年もまた頑張ろうよということでね、これから11月12月でね、与党虫は、いなくなる季節に入りますけどもね、多分今頃はね、宴会を開いてね、大農会をしてると思いますよ、皆さん。万歳とね、これからの与党族の繁栄を願って、ね、乾杯と、ね、やってるんですよ、与党君たちは。おかげで私たちはね、おまんまの食い上げですよ、これ。どうします、皆さん。いやいや、もう列をなして歩いておりますよね、与党君は。いやいや、本当に偉いことでございますよ。特にね、私のようなこうやって一切薬剤を使わない、農薬を使わないオーガニック農家にとって、与党虫というのはね、もう永遠のライバルでございますね。与党を見たらね、もう全部こうすりつぶしていかなくてはいけないんですね。畑にいたら困る存在、それが与党虫ですね。自然との共生、生態系のとの共生ね、まあ聞き耳心地のいい言葉ではありますよね。だったら皆さん、鹿や猿と一緒に暮らしてみてくださいね。今年は本当に熊、今年こんだけあったかいから、ほら、熊の被害が多いですよね。はい、皆さんね、熊を保護するね、大変それはそれで志の高いことでよろしいかと思いますが、であるならばね、皆さん熊と一緒に暮らしてみてくださいね。私はこうやって畑でね、共に、与党とこうやってね、共生しながらこうやってオーガニック野菜を作ってるわけですけどもね。はい、いやいや、口で言うのはね、何とでも言えるんですね。地球との共生、生態系との共生ね、口で言うのは誰でも何でも言います。でもその中で自分の人生をかけて、自分のね、この、生活をかけて、そこでね、その中で収益を上げて飯を食っていくということをやれば、その意味合いは変わってくるわけですね。はい、だからその意味でね、僕は例えば今年は本当に熊の被害が大きかったので、なんか熊の保護なのか駆除なのかっていうようなね、そんなような議論の、例えばアベマさんとかなんか見たりしますけどもね。はい、私がどう思うか、なんとなく皆さんお分かりですよね。はい、
日本は本当にそういう意味ではね、あの議論が日本はというかね、よく分かりませんけども非常に幼稚だなというふうにね、生産者の僕からはそう見えますがね、はい、まあいいんですけどもね、とってもまず僕が本当に不思議だなと思うのはね、当事者って誰なんだろうって話なんですよね。当事者って誰ですかね。その中で生活をかけている我々のような存在ですよね。だけどもその何かこう保護をしようというその方々は当事者ではないですね、僕からすると。はい、もちろんあのとてもよろしい志の高いことをおっしゃってるなと思うんですけども、でも被害を受けるのは我々なのでね、じゃあその被害を受けられた人を第一義に考えるべきだというのが僕の考えですけども、その私たちを何かしらね、何か言ったりとかするっていうのはまあありえないことだと僕は思ってますけどもね、はい、どの立場で物を言っているんだというふうに僕は思うんですけど、だから思うんですよね、一緒にやればいいんです、はい、この生態系の中で自然の中で一緒にこうやってね、畑だとか例えば海だとか漁業だとか一緒にね、そういう環境保護活動をやる人たちは一緒にこうやってやってみて一緒にやっていけばいいんだというふうに僕は思うんですね。でもそういう方々の多くは決して私の畑に草むしりには来ないんですよね。なので僕は当事者だとは思わないんですね、はい、単なる部外者だということなのでね、そもそも我々生産者がそのことに耳を傾ける必要があるんだろうかというふうに僕には思えるんですね。普通の都市にいる消費者と何ら変わりがないんじゃないのとね、何が違うのとねえ、いけません、身分を超えた発言でございました失礼、大変失礼いたしました。そういうことを言うと嫌われちゃうんですよね、この国ではね、はい、難しいところですね。お百姓さんは黙って野菜作ってればいいんでしょねえ、皆さんそのようにしてこうやってダメになっていくんですよいろんなことがね、まあ直接僕には関係のないことですけども、一生懸命僕はね自分のやり方でオーガニックで頑張って野菜を作っていくって、ただそれだけです、やってることはね。でもそういうふうにやってるだけでも邪魔してくる人やね、何らかのこの障害になることってね、いっぱいあるわけ。先ほどのヨトウムシもね、僕にとってはこうやって、田舎に来てね、新規収納して頑張って農業やるということの障害の一つですね。あの野菜ができない可能性があるわけですからね、はい、だからね、よいしょ、あ腰が痛い、はい、で今から植え付けていきます。だからね、田舎でこうやってね農業やろうとするといろんなそういう こう壁が出てきますね。あのそれが土地の壁、農地が借りられないね、地域との関係性ね、地主さんとの関係性、そしてこうやってようやく借りて始めたとしてもね、こうやって虫がやってきて全部バクバク食べてしまうね、天変地異ね、洪水やその他いろんなことがね、最近ねちょっと人差し指がおかしいんですよね。ちょっと腫れてると思いません？この2ヶ月ぐらいこんな感じなんですよね。ずっと2ヶ月間人差し指が腫れてる、もしかしたらねひびが入ってるかもしれないですね、はい、骨折してる可能性がありますね。あんまり曲がらないんですよね。でもねどうってことはありません。痛いですか？痛いですね、はい、でも痛みというのはね、皆さんコントロールできるんですよ、はい、感情と同じように。ちょっとやっぱり手袋だとやりにくい。よいしょ、はい、明日もまたね研修してくるので、明日はまたがっつりねケール、ブロッコリーなどね、関係を明日またズバンと、明日1日で1000株ぐらい行きたいですね。もうあの終盤ですね、あの植え付けがね終盤だと言いつつ、このあったかさですよ皆さん、どうですこれ、あったかいね本当に、いやいやって感じですけどもね。
タアサイの苗はね、あんまり大きくしないんです。なんでかっていうと、大きくしたとこうやって絡むでしょ、植え付けの時にね。だからちょっとね、小さいぐらいで植え付けていくのが大丈夫です。小さくても全然ね、植えてちゃんと活着さえすれば、ああやってこれね、全部この今マルチ黒い見えてるとこ全部なくなって、びっちりとこうやってね、寒さに当たると張り付きますんでね。よいしょ、冬のね、葉物といえば皆さん、小松菜やほうれん草ではないんですね、タアサイですね。私、我が農園はね、こうやって冬の王様ね、葉物としてね、毎年こうやって、タアサイをね、作っております。もう本当にこれもね、2、30年作っているような気もしますけど、いいですね。まず美味しいんですよ皆さん、タアサイ。美味しくないですかね。小松菜よりかは僕は美味しいと思ってますよね。ただやっぱり今日もあったかいでしょこれ。とてもパオパオ植えるね、気にならないね、あのベタ掛けする。本当でしたら10月の終わりですよ皆さんね、完全なるね、もうパオパオ時代に入ってるんですけど、保温資材ね、これ防虫ネットですね。これこんだけあったかいんですから無理ですよこんなのね。多分パオパオやったら中で蒸れちゃって火死しますね。はい、よし、はい、ということでね、くっちゃべっとらんでさっさとやれということで、このあとね、だから防虫ネットをベタ掛けしますね。ベタ掛けでいいんですね。なのでまあ楽は楽なんですけどもね、ベタっと掛けるですから。はい、ということでね、もう1枚あるのでね、2枚、400株ぐらい、そんなに量多いんですけどね、多くないんで、順次ね、12月、多分一番手は12月入って、まあ半ばぐらいから収穫始まると思うんで、うちは12月、1月、2月とね、3ヶ月間を狙うんですね。順次こうやって、取っていかなきゃいけないのでね、少しずつこうやってずらしながら植え付けていきます。まあでもね、玄関期に入ったらもうバシーとか広がってね、寒さに当たれば当たるほどね、こうやって横にベチャっと張り付きますので。はい、ということでございました。疲れが溜まりまくっておりますね。しんどいしんどいんです。さあ、そういうことでね、今日はタアサイの植え付けをしている百姓農園の動画でございました。皆さんね、最後のね、秋冬ね、葉物だとか、皆さん今ほうれん草とかね、種まきまくってると思いますけどもね、頑張ってね、もう今頑張らないとクリスマスはやってこないですよね、我々の仕事はね。はい、だから皆さん最後のね、秋冬の植え付け、最後頑張っていきましょう。はいはい、それではまた。